サンシャインのサンサンサン。サンシャインさん。カウントアップしていく番組ですけれども、今日はね、14回目ということで、ね、ちょっと相方が今遅刻してるみたいなんですけどもね、ちょっと来たらね、ビシッと言ってやろうかなと思いますよ。ちょっと待ってみましょうかね。そうだ。ルルルルルルル。電話ですか、これ。あ、相方です、これ。もしもし。あ、もしもし、すまん。はいはい。電車5本の遅れ。あ、5本。1時間。頼む。あ、わかりました。1時間。あ、じゃあ、繋いどくわ。はい。中止！いやいや、おかしいおかしい、来て来て、すぐ来て。はい、どうもサンシャインのサンサンサンです。比較的ね、元気に始まりましたけども、はい、14回目でね、もうこういう感じになって、ちょっとやっぱいかんな、さっきね、ちょっとね、この1分前ぐらい僕はね、超怖い話があって、みんな気分がブルンブルン、すごい怖い話です。ここね、あの、今こうやって明るく振る舞ってる僕は全部嘘の自分ですからね、これ100% 嘘でやってます。ドキドキしてます。ドキドキしてます。いや、もう本当、本当怖い話ね。まあ、頭がもうそっちの怖い話。いろいろ、まあ、深く聞きたいなみたいな感じになっとるけど、うん、はい、まあ、そんなことね。お化けとか怖くない、ね、いや、本当もう怖くない。それよりも怖い。目に見えるやつが怖いです。怖い。本当に。本当に現実が一番怖いという。なんか、ね、どうすか、最近。ざっくり最近。ほね、ステップも終わりました、ね。いや、終わりましたよ。4回。ね、まあまあ、降格ですよ。手応え的にはね。手応え的に、まあ、トラまあ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 、まあ、結果はね、わからないですけどね。はい。髪の毛を知るという。いや、ほんとよ。まあまあ、祈るしかないですね。いや、最近、はい、まあ、変な人に会いますね。あ、そう。もう言ってないだけで。どんな？次から次へと変なやつと会うから、あ、もうその前の歴代の変なやつが言えずにおる。もう、ちょっと、最新のやつね。最新のやつ、ちょっと。僕が住んどる水江、僕らが住んどる水江って、なんかね、外人が多いでしょ、とりあえず。インドのスクールがあったり、ほんとアラブ系とかね、ほんと、ここ日本かぐらい、ぶわーおるとき。で、その、俺のパチンコ屋のバイト先の横にシダックスがあるでしょ。あるある。そこの真ん中のところに、なんか、まあ、フィリピン人、なんかもう、なんやろうな、ブッダぐらいの、ね、パンチパーマの仏教系のね、フィリピン人顔の、はいはいはい、というかフィリピン人でしょうね、はいはい、それアジア系のおばちゃんがずっとこう、まっとこうしょってタバコ吸いながらこうやって、で、頭取りっつってパチンコ屋のあの他店舗の人数調査みたいなんで、まあ、行くんですよね、何時間ごとにバーって行くときに、そのおばちゃんが兄ちゃん、兄ちゃんっつって、めっちゃ、え、何？と思って、わーみたいな、ここまっすぐ行ったら駅か、もう行き、あ、見えるよね、ここまっすぐ行ったら駅か、ここまっすぐ行ったら駅かって片言で、いや、あ、駅ですけどって、そうならいいって言って、まあ、怖いなって、バー行って、まあ、30分ぐらいかけて戻ってきたら、窓おる、誰待っとるかしらみたいな、遅いね、あ、さっきのつって、駅かって言って、あ、いや、付き合うか大声で、いやいや、これマジマジでマジよ、お前に、うん、まあ、なんかバイトやったから戻ったけど、めちゃめちゃ冷たい名刺入ったけど、いや、それがお前プライベートやったら、お前どうなっとったんですか。プライベートはほんと危うくね、フィリピン人に精子カツアゲされるみたいな感じの話、やめろ、お前、お前精子のカツアゲってお前、いや、ほんと絞り取られるのか、フィリピン人、飛べよって言われてさあ、もう怖い話消えたでしょ、これで消えましたね、これフィリピンが怖いんで、フィリピンが怖くなって、はい、もうバナナに食べれなくなって、いやいや、お前色味もちょっと似とるけど、さあちょっといかんな、これはちょっと、おー、引いとるな、陽気なポップミュージックをかけてください、リサリッツなんか食べましょう、そして。さあ、じゃあもう、今日もね、ゲストも来てくれてますから。来てます、遊びましょう、今日のゲストはこの方たちです、どうぞどうぞどうもイエーイ、初登場です、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあ、まあまあ、こっちから自己紹介しますか。はい、僕がですね、このノブキオくんと
10段階で言ったら、ちょうど体格が同じぐらいのダンビラムーチョ。よろしくお願いします。大体ね。10段階で言ったら同じ。いや、ほんとちょっとこのブーチに肉付きの感じがね。まあ、SML だったらまあ違うけど、ね。違うけど、10だったら。10の細かいやろ。そう。ちょっといい？そのヤバいやついたって話。いいです。いいよ。いい？いいです。あのこの前、高田馬場駅で、あの、ほんとね、50ぐらいのおっさんが、ヘッドホンつけながら、ワンカップ持ってめっちゃでかい声でオブラディオブラダライコーゾーンポップだな、ね、でオブライコーゾーンブラーなんだけど、本当の歌詞はオブラディオブラダライコーゾーンシャーこれででかい声でずっとだよ。うわそこだけ、せめてビール持てるやな。ワンカップ持ってた。ワンカップ夢のこれやろ。そこは寄せてくださいよ。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい。で続いて。はい。僕はね、この日のために、1日、あのこのオファー決まってからね、はいはい、1回も誰も笑わしてきてないんですよ。欲を食べる、欲を食べるために。ストッパーを食べるために。欲だから、あの結婚式の二次会で滑り倒してきたの。わざ身を削ってね、このために。この日のために。そう。だからもう、俺はその会場ではすごい変なやついたから。つまらないね。でもその、この日のためだっていうことで、爆発させますよ、今日。本当ですか、それ。本当に、だから、家族も笑わせてないですよ。うわ、ここに来るまで一度も。結婚式の二次会、あれ、これで笑うよ、みたいな。二次会は笑う。こんなんで笑うじゃん。マジ笑わせない。めでたすぎてみんな笑うよ。みんな陽気なのに。めちゃめちゃ。本当にそれぐらい俺調整したくて。準備してくる。準備してきてから。だから、今日ぶつけますよ。そのはい、そんなメルボルンの石橋くんです。よろしくお願いします。メルボルンの石橋くんのお父さんは、あの、3億円事件の犯人ですから。そうなんですね。えぇ、そう、はい。容疑者としてね。本当に。マジで。その時、普及士の、マジで、そう、あの、だから分かる、高田純次さんも普及士住んでたんだけど、その年、その時の20代とか30代の若者は、もうみんなしょっぴかれたの。アリバイのない人、ね、とうちの親父も持ってかれて、容疑者ではあるってことだ。一応容疑者候補だった。なるほど。でうちの親父もあの家族のそのアリバイしかなかったから、その家族はさ嘘つく可能性もあるからってことで信じてもらえなくて行った。これ嘘やろってなるでしょ。これね、あと、まあ、今見せれないのがあれですけどね、石橋くんのね、その当時のお父さんの写真見て、ママ見てください。ほら、ちょ、見て、そんな疑われるな。人相の悪さ。なんで運動会に色付きのサングラス。いや、子供の気持ちいいと思ってで、テンパーで、うわうわうわ、すごい、すごい、すごいすごいな。まあ、そういう過去もね、いやありました。そういうのも名前忘れよって今まで笑わさっきから、あの家族って石橋に10回言った。いやいや、数えた数えた。で、結婚式やろ。愛しか、愛しか、愛が伝わらない。俺の文法、俺の文法、人を愛して生きてる。愛でできてる。愛でできてる。この番組は、あなたたちも、僕たちも今ね、12人見てますね。ほらわー、いつも10、いつもはいつまで、まあ、10ぐらいね。ほら今日来てます。なんと先週から4人増えました。ほら新規の方が、新規で、新規引きありますよ、引きが10が真ん中だとしたら結構2って大きいからな。大きい、いや、そう、10って母体だったらね。いや、そうよ、100で言う20、1000で言う200。そうだよ、だいぶ引きあります。すごい、まあ、見てる方もね、全然リアルタイムのコメントこっち見ますんで、コメントしてください。はい、まあ、します。同期も結構なんか気になるのか見とるかな。同期なんかね、オウムさん、オウムさんって新しい、初めて見る名前の方が始まったっつって楽しみにしてくれてますね。やったオウムさん、オウムさん、はい、うわ、嬉しい。ナウシカに出るやつは何ですか、あれ。あれ、あの、オウムですか。あ、この字、これ。そっからちょっとオウにスパイアされて、素晴らしいと言ってなかった。ただそうかな。はい、まあそんな感じでやっていきますんで、行きましょう。行きましょう。じゃあ今日の企画を発表したいと思います。あ、なになに。今日の企画はこちら、テレビの作り方。いや、それ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 。なんだ、てっきり、っていうジングル。ああ、なるほど、ジングル付きというね。ジングルいいな。始まらないですね。そのジングルで思いついたんですけど、いつしかもうオープニングも流してないですね。あ、そんなあった。流してます。ちょっと聞く。いやいや、サンサンさん、オープニングテーマもう作ってますから。え、マジで。え、ちょっと、え、その既存のものではなくて、ええ、もう、うわ、すごい、それもかっこいい。オ
喜利で歌詞を聞かせて、聞かせて、聞かせて、90分サンチャインの333高田ボケての浮きをしゃべる限界を自分で決めないで飛んで跳ねて泣いて笑ってほどけた靴ひもそのままにしてそうだ行け進め走れかわせ抜かせサンシャインゴーさあ、クイズです。はいはいはい。誰でしょう、はい、クイズ誰でしょうこれ誰でしょう同期です。最後の、ガナル的なやつを言ってたのは誰でしょう抜けかわせ。これ、メインは、その時のゲストでしょ、はい、メインは同期のゲストが、そうです。はい、参加してくれましたけど。あの、ワンカップ持ってるんでしょいや、違います。違います。シャーの人じゃない。シャーの人じゃない。春風オートロック。誰がわかるんですかね誰がわかるっていうのも失礼。それ失礼です。でも春風オートロック。あれじゃない？バビロンのノリ。残念。残念。違うか。石橋さん。結構ガチでアピったこれは本気で言っていいですか本気で、はい。いつだって本気で。パリスの佐々木さん。残念、答えはフレミングの宮本です。いや、全然あーともそれを踏まえてもう一回聞いてみましょう。そんな拡大します。拡大します。意外にメジャーだったな。意外に、意外にね。そうか、なんだかんだ宮本2回で撮るけんね。あーそうなんだ、うん、その時、アツヒロもいたんですけど、ね、俺、明日宮本ちゃんとディズニーランド行く。マジ、ディズニー行くとお前行く行く29も行くそれも行くお前行けそんだけ行くよどんだけ俺急にディズニーの予定2つえ、じゃああんま行かないよ。いやいや2回目のディズニーでモチベーションだって人生でこれがだから3回目4回目だえぇ、ー、マジでトトン使うのトトン使ってサンドルが正直って言ったと思ったらもうすぐ4度目来る4度目来る。すごいな。すごい。え、いくら いくらなのか今5000とかすんじゃない。まあなんかいろいろあります、ね、割引とかもあるけど俺一回も行ったことない。マジでマジ一回も貯めてんのその いつか本気の。いやもうね二十歳超えていかんってなったらもうなんか せっかくにこうなんか話せるような感じで。ああどうせなら、ね、なんかある時に行きたいな時に、ね、それを伺う感じでまあ行ってる。来ないだろうねその時もう。来る来ないよ。え、でもお前ここにミッキーついてるよ。いやミッキーじゃねえほくろ。あ、そうお前もついとるわミッキー。ほくろ。いやいや、なにこれ。何これ。いつも鼻のほくろいじるんで、これ。何かすも。俺かお前か、あずまミッキーさんしかおらんっていう。なにこれ。キャンセル。じゃあ、楽しいんだけどね。企画行きましょう。行こう、放棄ましょう。キャッチボール。消化するだけの。いや、もうね。処理。リオルこっちの肩壊れるの。消化するだけのやつ、なんだっけ。処理。はい、今日はですね、テレビの作り方ということで、はい、今日はですね、皆さんに裏方さんの気持ちを分かってもらうので、それ大事だよ、はい、今イライラしてますからね。そういうことね、その気持ちを分かれてもらう。そういうこと。本編に入るそうそうそう今日ちょっと長いですけど、はい、こちら終始の前に、はい、おー、いいね、はい、いいですか。こちら、もうこれ、はい、無農薬のホワイトボードです。そうですよ、ね実家が農家ですからね。はい、はい、そういうこれはですね、自分が AD になったつもりでこのカンペに見立てて、はいはいはい、こう出していただくっていう感じで、ね、カンペに見立てて、カンペに見立てて、はい、吉六の、はい、ちなみにですね、これ先ほどまで、あ、本物のやつね、本物のこの吉六っていう番組で使われたやつ。え、ちょっとノブキョ君、もう一回言って。趣旨が全然わからない。何をするんですか今から。あの今から裏方さんの気持ちを分かるっていうことで、はい、AD の気持ちになって実際にこう番組にこうカンペを出す感じで。カンペを出してもらいます。仮想こういう番組ではこういう風に出すだろうみたいな。あー、はいはいはい、いくつか番組やっていくんですけども、はいはい、その番組を仮定してこういろいろ AD として大喜利に答えていくっていう。なるほど、カンペで、ね、こっちで何が行わせるかみたいなのを指示で出すみたいな、はいはい、AD みたいな感じで本当にやっていくと。はいはい、わかりました。はい、で実際このね、番組で使われたのがどんなギャグやりました。あー、ありそうだね。あー、なるほど、番組中に、ねはい、実際使われたというとか、こういうの次行きましょうとか、あ、進行をね、促す感じで、はい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 、ちょっともう長いんじゃないですか、はいはいはい、みたいな、なんかみんな一発的な方がこうね、伸ばして巻いて的な、そういうの、大変だね、そういうの全部こう指示していく、はいはい、例えばこの、誰かがこういう話してたら、他の人どうですみたいな、なるほど、なんかこう、
アーカイブ対象は、はい、さらっといきましょう。さらっといきましょう。さらっといきましょう。巻いてる感じだよね。巻いてる感じ、これ、さらっと。なるほど。脂身なくという感じ。さらっとね。こういうね、もうちょちょっと急いでますよ。はい、AD さん。ああ、間違った。急いでますよ。次に、ツイッターを次に。次行った。全然違う。ここの書き間違いだよね。なるほど。はい、見ましょう。さっきで言えば、もう早く本編行けよってことで、ね、書いてあるよ。まあ、そう思っとるかわからんけどね。はい。なるほど。はい、少し巻いてください。そして思ってた、思ってた。すいません。謝ってます、AD さん。ああ、なるほど。こういうのもあるみたい。あ、でも、これ謙虚さをさ、謙虚だよね。こういうの、いろんな AD さんおる。そうだよね。謙虚な方もいらっしゃるんですよ。A 型かな？ A 型AD かな？はいはいはい。はい。まあ、こんな感じで、ある番組に仮装して、AD になりきって、カンペを出してください。はいはいはい。じゃあ、これどうします？番組固定していきます。はい、じゃあまずは、こちら番組笑っていいとも出てそうな笑っていいともの AD になりきって完璧にしてください。誰に出してもいいですからね。なるほど、はい、もちろん面白で頼みますよ。面白で面白 AD 完璧が風味でいいですか。風味っぽい。皆さんは今から笑っていいともの AD でございます。そして面白、ね、こう出演者にこう完璧で指示を出してください。いろいろね、巻いてとか、残り何十秒ですとか、次コーナー誰々さんですみたいなね。これ MC のセリフとかも書くよね、たまに。続いてのゲストはこの方です、どうぞみたいな、そういうセリフも書いてるよね。はい、はい、お、いってみましょう。じゃあ、いいとものカンペ出してください。ガイタレと30秒会話してくれろ。最後最後、ちなみにこの上は最後の最後の最後の間違いんだよ。出てそう。消すの早っ。なんか、はい、まあまあこういう風にサインでした。はい、はい、久保塚 AD みたいな。はい、石橋さん行きましょう。笑っていてもカンペ出してください。関根さん、食べ物の例えて。あ、あるな。ある。あれは関根さん発信じゃなくて、え、こっち発信。関根発信本当は。あ、マジで関根さん、食べ物の例えて。素人がゲストで。そう、あれはもうこの AD さんが欲しがってるだけ。そう、本当は関根さんはやりたくはなかった。うわ嫌やな。嫌やな、それ。そういうのも出していきます。じゃあ AD。 はい、はい、はい、じゃあ行きましょう。さん、笑っていてもカンペ出してください。あ、タモリさん、上上。ちょっと寒らせて。探しよったんかい、タモさん。ないよ、月曜日によくあるから。日曜日ちょっと遊びに行かないタモさん。あれで遊びに。昔の薄サングラスみたいな感じで。ね、M ステのスペシャルの時だけたまに昔の放送で見れますけど。はい、そんな感じで AD いいですね。森下とか。なんか森下さんとか。はい、石橋さん行きましょう。笑っていても、はい、カンペ出してください。実はお客さんにもカンペ出てたんですよ。お客さんにも、はい、はい、女子アナへの可愛い。え、あれはよう聞くけど、あれはもうカンペです。手直し。女子アナへの可愛い。今日言うな。トベアナでも、トベアナでも。いや、これでトベアナでも言うから。ちょっとあれ言うから。マーサさん、マーサさん、マーサ、マーサさんの時も出てますよ。出てますか。布団で書いてますよ。うわ、予定調和的にやるよ。皆さん、まあ、でも、あんなにもおったらね、自然に感じるな。すごい、女子アナの可愛い。そういうのがいろいろ出されてるっていうね。笑っていいと思う。笑っていいと思う。笑っていいと思う。コーナーとかもありますからね。ああ、いろいろあったね。はいはい、やりましょう。笑っていいともカンペ出してください。12時52分です。いや、それ大切だもん。残り時間時間は残り何分。意外にこれでも最後の曜日対象行ってないんだよ。意外に行ってない。この時間から行くって言ったらいいと。でも結局あのやりながら告知するっていう。いや、そうそうそう、ヘラップするってことだからね。あるある、いいともあるある。これあるあるでもいいよ。みんながあーねっていう共感できる感じでも、うん、いきますか。じゃあ、はい、笑っていてもカンペ出してください。これあれ年末特大号のありますね。ありますね。番宣で女優さんとかがいっぱい来るって。はいはい。こいつさ、愛想愛想愛想。何だろう。ね、俳優系の方は。それも絶対もっと愛想出さなくなるぜ。なんでこいつに言われないかんのって。羽織っとるやつ取ってる。動きのある。いや、なるほど。小雪とかも出るとこがいいよな。いいよね。そうですね。結構やっぱね、ビッグな方でも中井雅宏がやっぱ出ますから。そうなんだ。トップ。すごいよ、ね。出る出る。すごいよな。そういうのもね、AD の指示でこういろいろやっぱ芸能人がね、従っているっていう感じですよ。あとコーナー何やりました？テレフォンショッキング。テレフォンショッキングとか、あとは、あと何やろ。あと素人さんの。そっくり、そっくりさん。年齢ギャップ。年齢ギャップですね。なんかその
人に対する一言的なのもあるから。ああ、素人に対する。なんかそういうのね。素人さんとかもね、あの時間の配分が分からんやったりして。確かに。なんかこうね、無茶やったりするんで。一回俺見たのが、なんかめっちゃふざける素人さんがおって、なんとかねーみたいなした瞬間、関根さんが、はい、分かりましたーっつって。もう、何も入ってマジ怖かった。あの関根さんが、はい、何でもしない関根さん。で、最後、すみません、終わらせた後、僕、ああいうの無理なんだよねっつって、マジで、もう怖かった、あれ。本当、シーンだったもん、あのいいともが。マジで、めっちゃあったかいって聞くやん。めちゃめちゃあったかいって聞くのが。はい、じゃあ、僕、行きましょう。そんな笑っていいとも、勘弁してください。あれです、そのオールスターが出る、あの、はいはい、特大号で、こう弓矢ある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 。それの時の AD、はい、玉木宏さんは絶対成功します。絶対成功します。いやいやな。AD がもう玉木宏好きすぎてもうこう成功してくださいとかでもないよ。します。どういうしますね。しますよって。これ誰に出したん、これカンペは。いや全員だよ。余計するから。ライドガールのようにするから絶対しますよって。これドア青いしてない。なるほどな。これ失敗してもいいわけやろ。いや、そうです、そうです、うん、ただ個人的な感情だから。まあそうだね。 AD の、あ、そういう素人感もやっぱ AD あるね。あるある。やっぱそういうのあるよね。 AD AD っていうだからやっぱディレクターになれないんだよな。素人感があるから。まあ、ね、結局はい、はい、吉野選手、笑っていてもカンペ出してください。タモリさん、チーズバーガーでしたっけ。これ後の後のあの、タモリさんのお昼です。食べるお昼。タモさん、不安やろ、チーズバーガー。ジャンクやな、結構。わしに食べそうだね。どうやって、タモさん、どうやって合図出したの。こうするの。それ決まってますよ、チーズバーガーの時は。チーズバーガー用の合図で出して。なるほどね。もっと高いの食べてる。ロッテリアのやつ。最初ですよ。最初ですよ。なんでそのやつ。火曜はチーズバーガーとか決まってる。ああ、なるほどね。歌舞伎町のマップ。ちゃんとして。タモさん、意外にそういうジャンクなところも抑えてる。抑えてる。知ってるもんね、タモさん。意外に抑えてる。意外とね。はい、はい、じゃあ行きましょう。笑っていてもカンペ出してください。じゃあさっきの特大号の多分ね、小雪に言ったと思う。ちょっと、かなめさんを見習って。頑張るじゃん。いや、あのルックスで頑張るけど、かなめ順まで。まあ、有効的ですよ、僕ら笑いに。いい塩梅でしょ。いい、ほんとちょうだい。多分ね、ズバリ具合で鍛えられる。F 中。それはありました。いや、ちょうどいい塩梅やな、かなめちゃん。ほんと、いつも。やっぱね、親近感というか好感持てますよね。いや、好感持てるね。北村さんとかもね、やっぱいいですよね。そういうの、ドラマの役にもそういうの出とるもんな、最近。要潤も。はい。まだまだ行きます。笑っていいとも。あ、じゃあこれお願いします。はい、行きましょう、行きましょう。笑っていいともカンペ出してください。一発ギャグお願いします。PS 笑います。優しさがね、優しさのスタッフライヤー。はぁってやつ。はぁってやつ。これ確実にそれ、いらんやろ。こっちをやる方も笑うやろうと思ってやるし。いや、確実です。確実。ビエさん確定で信頼関係が信頼関係100ですよ。100で笑います。いやだそれ。1ミリもね、そこは本心ですって書いておきゃ。ちゃんと本心かどうか分からんけん。それやっぱね、嘘はつきたくない。あ、もうそれは嘘ないよ。声を出します。声を出しますってかよ。本気ではないですよってこと。フレミングの宮本のボケてる。あ、何すか。なんてボケてる。フレミング宮本さんですね。ベッキーさん、今日で卒業です。こんなのどうでしょう。ああ、これはまあ自信のなさがこんなのどうでしょう。こっちに逃げますね、宮本さん。宮本くん、そういうとこありますよ。ありますね。お茶目ツイートするとかよ。お茶目ツイートね。ふざけてますね、これ。ボケてね、バイパス手術するときもそんな感じだったんですよ。そこもふざけてた。チラッと来てますリアルに。だってあいつ汗言ってますから。いや、本当に研修でも、一応オペもしとるからね、宮本は。はい、はい、行きましょう。いいともにカンペ出してください。ないないの時は良かったな。いつの時代。昔やな。長い大御所。お前、いや、もう AD の大御所。 D 誰や。現場でね、10年ぐらいね。やっぱうちの親も、あの、教師なんだけど、やっぱ現場にいたいからって言って全然教頭にならない。あー、D 先生ですね、その。そういうことですよ。現場にいたいっていうね。次行きましょう。はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、次の番組行きましょう。次の番組はですね、次は『笑点』。笑点見てない
ですね、最近。由緒正しき。いや、高いよ。もういいと思う、そうやけど。由緒正しき。いや、まあね、大喜利の時やろうね、これ。はい、早っ。じゃあ、笑点に、カンペ出してください。違う。聞く王う、わかんない。聞くない。聞く王が。聞く王、歌丸さんが聞くぞって言っちゃってる。歌丸さんが。聞く王だって、今は。歌丸さん、もう、自分のペースで喋る。いや、そう。まあ、息子さん聞くぞやけどね。もう今、聞くぞもおるから、ちゃんと。はい、笑点でね、いろいろカンペしてください。難しいよ、笑点のカンペは。一応もう流れ決まっとるからね。これ多分歌丸さんに出すやつかな、もうこれカンペって言ったら。ああ、そうなのかな。歌丸さんもやっぱ落とし屋だから、そういうのやっぱ全部カンペでこう指示してやらんと。はい。どんどん出していこう、歌丸さんに。歌丸さんも。これ多分ね、多分本当にしてるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。笑点に、カンペ出してください。あ、大丈夫です。座布団のあの中の綿ふんわりしときました。ちゃんと G の字だね。ちゃんと2個でわふわふですよね。大丈夫です。それも AD の仕事な。座布団ふわふわじゃないと、やっぱほら高さがね全然違う。結構ふわふわ、ずっと使ってるやつやったらもうふわふわなやったら3枚で5枚分ぐらいですか。もう7枚ぐらいでもう座れんくなる。はい、いいですか。いいでしょ、いいでしょ。はい、焦点でカンペ出してください。ここで腹黒い死に方がいいと思います。あ、今のやつあるある。あれ、死にたい。腹黒いでしょ。円楽さんと、これ実はさんの実はやっぱ AD だったんだよ。うわ、いいタイミングかも。タイミングがあるから、タイミングある。ここやもんな。いや、そう針の穴のところよ。うわ、そういう、これね、これも完璧です。AD すごっ。トリックがあった焦点には。 AD すごっ。 AD すごっ。毎回やるもん。毎回やる、ほんと毎回やる。ほんと、もう円楽になってからもやるもん。やる。歌丸さんのハゲいじりね。あと小遊三さんの泥棒いじりね。確実なお方。確実。はい、じゃあ、はい、島田さん行きましょう。笑点でカンペ出してください。あー、すいません、一番いいボキャブラの座布団入ってます。懐かしい。目立つ。はい、板付きの状態でもあったと思う。1枚間違えて。1枚もう爆笑問題さんと入りそうやな。入るよ、もう。いや、はい、それ知らせてどうぞ。いじってください。いじってください。もう入っちゃったんで。お客さん気になってます。気になってます。一回いじってください。お客さんも見てますね。もうこれいじってください。一回いじってください。これボキャブラのやつ入って。監督、ボキャブラの審査員の、なんていうの、何監督だったっけ。監督、大島渚。あ、大島さんか、大島渚。あの人がいる。あ、ボキャブラも。はい。はい、じゃあ行きましょう。笑点でカンペ出してください。春風亭昇太、滑ってる。なんでいいの。腹立つ。昇太の後もびっくり、いらんけど。聞いて。ちょいちょい自分の感想に出るな。はい。はい、笑点でカンペ出してください。これ円楽さんがまだ司会の時、はい、の円楽さんがちょっとあのボケがもうあんまりにも馬面をはい、ちょっと一くだり人参を食べるところがあるけど躊躇しようから、あの人参無農薬です。大丈夫です。行ってください。食べれますよ。そこ悩まんやろ。健康、健康ね、健康気にしてらっしゃるから健康してます。なんか、はい、青汁の CM とかで、はい、じゃあ、はい、じゃあ、笑点でカンペ出してください。歌丸さんがテンション上がっちゃった時、はいはい、歌丸さん、タン絡んでます。もうテンション上がっちゃう。いやもう言ってあげないと。こっち歌丸さん、歌丸さんがテンション上がっちゃった時あんま見んけど、タン絡んでます。そんな司会者もうちょっと生命に関わるけど。それはさんの言ってあげないと。辛い。あ、そういうこと、もうそういうこと考えて、コミですよ、こっちの仕事ですよ。それ、こっちの仕事ですか。そういう体調のケアもやっぱ AD さん。そうです、仕事の一応。要は、ね、学会に入るときみんな杖ついて横横で入る。本当に。そうそう。で、もう番組始まったらスイッチ入れるか、らしいよ。そうですね。すごいな。みんなもギリギリのところで。ギリギリだよ。ほんレアカンペ出ますね、レアカンペが。ねレアですね。レアの。レアの、レアの。はい。はい、もう行きましょう。笑点でカンペ出してください。歌丸さん、テンション…歌丸さん、タン飛んでます。飛んでたらいいよ、飛んでたらいい。詰まってないから。だから、よかした、もう気にしないでください。もう気にしないでくださいってことです。歌丸さん、あ、なんか話しやすかったな。一気に通ったな。そ
と視聴者もなんか言ってますよ。あ、やっぱ来るでしょう、これ。あ、ランチューさん。あら、新交換も僕らね、先輩に2つ答えてます。ランチューさん、1つ目、後頭部守って。どういうこと？あ、山田くんが山田狙ってるんでしょうね。はい、ちょけるやろ、ね、ちょける。あれ持ってきてっつって殴るみたいな。あれはね、比較的柔らかいですね。大丈夫です。カツラとかね、いろいろ。もう1つ、深呼吸。緊張しない。笑点メンバー緊張しないです。全然。皆さんおもろい。ランチューさんで大好きですか。大好き。はい、城原さん行きましょう。笑点でカンペ出してください。山田くん、次バカにされるよ。蹴飛ばす準備。うわ、それも全部これ。逆にこれ見てな、せないかもから。蹴飛ばしてこう。バカにするの。でも毎回山田くん100点の蹴りするもんね。するするする。する。するにしろよ。たまに、じゃあ、もしかしてこれあれ、あの、ポンって押して、座布団全部持っていくっていう。いや、もうそうだよ。アドリブじゃない、あれ。もう全部歌丸さんが言わんでもやるけど。全部そうだから。全部 AG。実はナックルズに書いてある。そりゃそうよ。あれ嘘やん。ナックルは日本の道を。じゃあ、はい。はい、じゃあ、この焦点にカンペ出してください。これ多分冬場の収録やと思うんやけど、あの羽織っとる着物の裏にあの北海道いっぱい貼っとって、あのそれもフルタイプなんだから、あの本番前に一回バサバサしてください。本番前やったら言え、直接言えや、もう直接言えや。も、ね、もしかやっとけよ、ちゃんと震えとった。やってないやん。一回バサバサしてずっと、もうこんな仕事でメンバー嫌やろ、もう。じゃあ、はい、はい、行きましょう。焦点にカンペ出してください。このエディがテンション上がっちゃった。山田くん、あ、山田さん、ノリ言っちゃった、ノリで。今のはノリですって。小さい頃から山田くんだもん。山田くん来ちゃってる。俺らも山田くんやもんね。新1年目かな。要件ないけど。言っちゃったことに対しての謝罪。言わんときゃいい。それに通じるものがあります。すみません。あ、優しさのね、こういうね、少し巻いてください。これ実際のやつですからね。実際のやつ、少し巻いてください。すいませんね、こういうのも。はい、アフターデイですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。大原さん、焦点でカンペ出してください。で、AD が、はい、山田君とめちゃめちゃ仲が良くて、なんか、はいはいはい、なんかそういう個人的な、はい、なんか、やり取りみたいな。はいはいはい。ペヤング。いや、どの流れ、どの流れで。いや、急に。仕事中やろ、言っても。山田くんだけ笑かしたい。キラーフレーズね、山田くんにとって。ペヤング。楽屋入って、おっす、ペヤング。そう、そんなそんな。顔近づけて。そんなノリがある。やめろ、ペヤングだけ言うなよ。そんなノリがあるのね。ちょっとふざけちゃう。はい、いろいろ焦点でカンペ出してください。多分ね、一回あったと思うんですけど。ちょっと CG でちょっと撮ってみようっつったあの多分収録だけやったと思うんですけど、はい、あのブルーでブルーバックのところで撮りますって大御所さんたちが戸惑いを取ったから、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、怖い、大丈夫です、なんとします、大丈夫です、はい、聞きます、ざっと、もうもっと言葉欲しいやろ、はい、拭いていきます、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、どんだけ不安がっとったの。ランチューさん、まありそうですけどね。あれ5時半からだったっけ、正面で。5時半や、5時半、5時半から5分間ね。ほんとね、TOKIO がたまに出るイメージしかない、もう今。なんか24時間しかない。24時間しかない。よう、ありがとうございます。今ので終わります。よう、あとナポレオンズさん、ようで。あー、前のね。この時間で。これで、ようやろ。腕立てするっていう。じゃあ、はい、いいですか。はい、行きましょう。焦点でカンペ出してください。歌丸さん、マップ、マックポ、やべ、マックポ。やばい。浜さんの流れが。ああ、もう、やっちゃった。マップ、地図出したの。歌丸さん、地図見ながら。地図見てもらうかな。恥ずかしい。食ったことないな。食ったことない。食ったことないな。ないよ、多分。ないやろな、本当。ないないない。もう、恵比寿とかにある、あの、1000円のハンバーガーちょっと食べた。悲しいね、おしゃれな。OL たちがランチで食うようなやつ。食べる。だから、ほんとは、あいつら。ここもね、ずっとマックポークや、俺。そうそう。あの、お客さんからのね、評価も来てますよ、これ。うわ、怖い。坂田君、いいなって来てます、これ。うわ、調子いいみたいですよ、坂田さん。誰、誰なんすか、お客さん。これ、ちなみに、ランチュさん。身内や。兄が弟もみたいな。そんな感じ。はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。焦点でカンペ出してください。いい流れで中丸5につなぐザ・シュエ。うわ、OK。
違う。いやでもね、この流れあるよね。焦点終わってちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃん始まるよーみたいな、ちゃんとね。なんか親がいるときはなんかバンキシャになっちゃうけど、バンキシャだね。バンキシャ、バンキシャ今もあれ同じですか、福澤さんと。いや、キクカワレイは違うね。あ、キックカワレイじゃねえの。もう前世紀のキクカワレイはほんと綺麗だったよね。いや、ほんと綺麗だった。前世紀よ、なんかちょっと面白風味ですし、みたいな。ちょっとそれが鼻につくタイプか、お前。なぜか分かれるけど、意外とね、高学歴や。全然していけないと思います。ちょっと待って、ちょランチューさん調子乗ってきてますね、これ。いいわ、坂田くんいいわ。いや、ダメです。いじりません。もういじりません。何さん、福岡の人。福岡の人。この人が好きすぎて、自分でホテルマンなのに、福岡地獄大喜利とかいうライブやってますよ。主催者が大喜利が好きすぎて。全然面白いですね。あ、じゃあ、変えますか。じゃあ、ラスト行きましょうか、これ。ラスト行きますか。はい、焦点でカンペ出してください。いや、小遊三さん調子悪いな。あ、小遊三さん入れ歯違います。何の？え、小遊三さん入れ歯と本番の違う人、違う人の入れ歯、違う人の、だからもう一人調子悪い人。あ、なるほど。歯ないよ、その人。ハフハフやもん。ちゃんと、あの、適材適所のやつだ。いつも用意しとくの、AD さん。あ、AD さん、そこまで入れ歯をね、学生の席に、座る席にちゃんと置いて、焦点用の入れ歯なんですね。で、間違っちゃって、小遊三さんの入れ歯違います。焦点用、もう変えようがないもん。変えようがないな。だから喋るの調子悪い。普通お水持つけどね、こういうあのほら弟子たちがこうやって裏でね、多分ポリデントでしょ。スイッチつけておくだけ。30秒チャージの意味合いが違う。ちなみにあれだよ、俺小遊三さんが山梨県の大月出身で、うん、うちのおじいちゃんも今大月住んでて、うん、普通にあれ知り合い。え、マジ？すごっ。飲み友達みたいな。飲み友達じゃないけど、なんか普通知り合いらしい。アバウトそれ。知り合い、知り合い。俺もそんなに詳しく知らないんだ。ただ知り合いって聞いてて。わかる、言いたかったやろ、言いたかったんだ。言っていいよ。小遊三が来た時にもう、いやもう詳しくないなって。このタイミング。小遊三のフレーズ出てた時点でもう言おうと。もうラストかって言っていいよ。もうブレーキはかかる。じゃあ、もう一個最後にね。フレミング宮本が。最後お願いします。はい。紫の人、緑の人にブラックジョーク、その後、赤の人、大声。医療ミスですよ。ご家族に謝っていただきたい。免許持ってない。無免です。無免許ですね。大喜利に関しては無免許。さあ、というわけで、はい、皆さん AD の気持ちになってカンペ出してくれましたけれども、はい、これからはですね、あの、うん、実践形式で、おお、実践ね、はい、これからですね、あのまた、まあ、さっきいいともやりましたけど、テレフォンショッキングの僕あのタモさんの位置にいますので、はい、2人、テレフォンショッキングで来たゲスト、そのゲストもしくはタモリさんにあのカンペを出すっていう、はい、実践形式の大喜利をやっていきたいと思います。シミュレーションで。なるほど。これこそってことが、そうです、もう今までこう出してきた感じ、うん、このいいよ、あのテンポも良かったしね、3人もじゃあその指示通りに動いてくれるってことですか。そうそう、もうこっちは指示、AD、動かせるってことね、はい、そうそうそう、いいなそれ、なるほど、支柱に収める感じですよ、はい、この出来栄えによっちゃもう電話かかってくるわけ。いや、来ますよ、AD として使おう、AD として、業界人も出てますから、出てきてもいいかなと。おぉ、 AD としていいかな。曲あるんで。お、あ、どうぞ。これあれはもうモノマネ番組でやる。ちょっとテレフォンショッキング、ちょっと違う。4万オーライ。昔の経験。ムーバのヘロのね。ムーバのヘロ。はい。まあ、こんな感じでテレフォンショッキングやっていきますね。じゃあまず最初に誰から AD いきます？もうちなみにここ2人、あのゲストの席で。あ、ゲスト2人？はい。ゲスト。あ、ゲストが2人。で、1人がカンペだし。なるほど。じゃあじゃんけんします。じゃんけんですよ。手ごます的な感じで。一応3人回します。回します。じゃあ勝った順に。最初はグー、じゃんけん、ぽい。最初はグー、じゃんけん、ぽい。よし。じゃあ俺から。はいはいはい。OK。はい。じゃあ、まあ、どっちにも見えるか。どこら辺でこんな感じでってことだね。じゃあこれきっかけで。はい。これ僕たち、なって人でいいんですか、ゲスト。これに従えるんですよね。はい。会話って人で、あ、そっか、忙しいですよ、あ、そっか、 AD 忙しいですよ、そっか、あ、じゃあ、え、せっこ、今日のゲストは誰々です、で、それで入りましょう、それで入りましょう、もうこっちは、あ、そうや、そっから入りましょう、今日のゲストの関係だから、だけど、もう俺は、指示しか待たんじゃん、こっちが準備できたってことだから、え、俺がこうさ、この有名人、今日のゲストはなんとかね、ちょっと、もうそこらの手で、ちょっと今手で、この二人組は誰なのか、ちゃんと大原、こっちに見せるよ、はい、じゃあ音楽ちょっと入ってる、もうちょっとな、はい、音楽、はい、ここで OK、 あのね、手作りでしょ、
こういう感じで作るでしょ。こういう風に出したら大丈夫。ここで入りますね。僕ら日々ね、こういうので、ね、学んでますからね。こうやってね、裏方の気持ちを知ると、いざ番組に出た時にこう、ね、しっかりするね、MC とかしてるとやっぱカンペを見るっていうね、技術も必要ですからね。そうそうそう、成長を共に共有するという、ね、そういった楽しみ方もあるじゃないですか。共に成長していく。いきます？準備できた。はい、じゃあ、いきます。よーい、スタート。どうも、テレモン体験が始まりました。森田和義です。お願いします。今日はですね、2人ゲストを来てくれてます。あ、ちょっと待って。いい天気ですね。そうですね。東京はね、なんか天気もうまた下がってきちゃって。そうですね。明日の朝はそうですね。なんて、そうですね。はい、それでは今日のゲストを呼びたいと思います。今日のゲストはこの方たちです。どうぞー。カリナさん、ノセアンタさんです。こんにちは。女にしては肩幅広いノセアンタです。こんにちは。キャニラです。ちなみに、ノセアンタがわかりません。キャニラです。あ、カリナの妹さん。あ、お姉ちゃん。あ、カリナのお姉ちゃん。どうですか。あ、はい、あ、カリナ3姉妹。どっちがカリナさん。キャリラです。キャリラね。また今日もね、そのキャラ。妹の代わりのおかりますアメでーす。昨日もね、あのカリナさん来てくれたけどね。そうです。ありがとうね。ずるい、カリナ。お姉さん連れてきて。ずるい。すごいね。この子のおむつ替えたの私。ちょっとそれ。キャリラ面白い。面白い。あ、いっぱい花来てます。あ、ありがとうございます。あ、あの、来てますね。すごい、やっぱカリナ、やっぱ私の妹できるわね。すごい。はい。ね、お姉ちゃんの一つもね。ない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 。大丈夫大丈夫。あなたから使いもらえば。いや、すごいな、二人、ほんと。仲いいな、ほんと。仲いいな、ほんとに。タモリさん、カミーを言ってよ、タモリさん。伸びた。いや、切ったんだよ。楽しいな。まあ、そんなことで、ね、話したいと思います。ドラマにね、あの、トモさん、お二人ね、カリナ出てます。あの、月9やらせていただいてです。すごい、あの、視聴率も良くて、はい、あ、そう、私が出た時にギュンってなりです。へぇ、なりです。日本語カリナさん、カリナです。疲れてるの。これでかカリナね、もう最近仕事ばっかり。もうずっとね、やめてよ、やめて。大島優子の悪口。ちょっとお姉ちゃん。大島優子の悪口ばっかり。あんただって土屋アンナさんについて言ってるじゃない。土屋アンナはいいわよ、芯が通ってる。確かに土屋アンナ、芯が通ってる。ほんと仲いい代表シングルマザーや。なんかあれ、今日の2人、昔あのドラマで共演したこともあるでしょ。あ、あれは私のバーダーってやつ。あ、そうなの。お姉ちゃんがバーダーやってます、バーダーね。まあ、姉妹でね、テレビに出たりするからね。はい、姉妹のこの芸能人っていうのは、道端ジェシカさんでいますけども、ね、道端ジェシカさんとかとは仲良かったですか。やめて、たぶん。私たちすごいひどい嫌がらせってわけです。私一応放送してるんだけど。私たちね、もうジェシカって言ってる。道端のうんこって言ってるの。ジェシカ。性格悪い。放送して。カリナは悪い。私はいつだって聞いていいから。うわ、全然食わせてもらえるから。よっぽど嫌いなんだね。私が言うわ。宣戦布告します、道端教授。あと全然関係ないんだけど、あの、フリーメイトって言ってたのこと。プレイメイトだから。プレイメイトだと思うわ。あの、僕も言いたくないんだけど、指示が来るんだよね、こっちから。 AD から指示が来るから。あんま僕は聞きたくないんだけど。どう、あ、ちなみにキャリナさんはどう。イッサは1回。え、1回ね。1回ね。言ってんの、生放送で。あの、そういう、今も楽しくやってる。すごいな、お前。濁しイッサとちょめってんのか。おい、マジか、こいつ。見てあげてよ、お前。イッサさんは、私の前で歌うイフが一番うまいです。うわ、あのイフが一番うまい。どんなもしもそれ。もしもシリーズやってくれます。うわ、やっぱり、ね、はい、カリナモデル、やっぱり兄弟の道が。そうなんだ、モデルモデルですね。やっぱね、兄弟でやっぱそういう話とかするの。あ、すごい、フランクですごく。すごいね、はい、すごいよね。やっぱ、カリナさんの方がモテる。いや、全然やっぱりモテる。どうなの、すごい。カリナさんが見てお姉ちゃんどうなの。は、ほどほど。
ほどほどつっても一般市民と一緒にはしないでほしい。この100人よりは上、この100人よりは絶対売れないよね。ね、というわけで、はい、ラストはご機嫌だぜよ。石田さんの、ちょっと、ね、私は洋楽しか聞かないから、ね、僕はちなみにご機嫌だぜピンと聞けないんですけど、確かにご機嫌だぜって感じ。あ、ご機嫌だぜ俺の行く末密かに。それイフよ、お姉ちゃん。それイフ。あ、イフか。それはイフ。あ、なんでご機嫌だぜってどんな歌だっけ。あー、はいはいはい、あー、つい、あ、ほんと MCAT やん、ほんと MCAT っぽいね。なんで、あ、すごい。でもやっぱりタムさんはやっぱダパンプ好きなんだ。ダパンプは好きだね。すごい、そうなんだ。ジョン・ルノンも好きだけど。あー、タモさんっぽい。歌って歌って、歌って歌って、歌ってほしい。いや、今日はね、あの、キラッシュ。え、Imagine our souls are... 牛タンゲームね。 Imagine 牛タンゲームね。わー、すごい、タモさんっぽい。さすが、M ステの司会者。あー、出たい、M ステ出たい。今、いいともやってるんだ。出たい、リスナーの声です。出たい。じゃあもう最後にあの NHK に勝とうって言って終わりましょう。はい、はい、せーの、 NHK に勝とう。はい、以上、カリアさんのサンドさんでした。どうもありがとうございました。あ、友人だ。あ、友人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 、もう一人の妹だ。どう、あ、じゃあ、あ、ちょっと待って。これ、あの、今、裏方のね、作家さんが。あ、ありました。はい、終了。ここ CM 中のトークみたいなのなん、え、トムさん増加あの、豆腐丼今度作ってよ、タムさん。お、豆腐丼、あのね、醤油じゃないんだよ、これ。え、じゃあ、みんな醤油でいくよ。うん、じゃあ、これね、ポン酢。すごい。これ、そうなの。ていうか、実はジャングルテレビ見てたから知ってました。ね、お姉ちゃん好きだった。あの、世代でキャットウォークってあるじゃないですか。キャットウォーク、あれ、うちらはあの、ドッグウォークって呼んでるんです。あの、素人さんはキャットって呼んでるんだけど、うちらはドッグウォークって呼んでて、で、ドッグウォークでつまずくと、あ、正面したとか、犬が、ね、そう、犬が正面したみたいな。怖だ、ちゃんとね、頭がね、ぶれないようにね、下方をね、上に乗せ落ちないようにする。スパルタの結構つけたらね、ウォーキングについては。え、ちょっと、まだかうん、すごい。喉かわいいか。喉かわいいとか。そうか、そうか。乾くよ、それ。どうしようかな。喉かわいいとか。男性としての配慮かけるたまに。まあ、ちょっと CM だから、まだあれだけど。あ、そうですね。シーマケです。はい、じゃあそれ。すごい。あの、100人のやつ ?100 人のやつ来たの。1、当てるやつ。うわ。わぁ、ストラップ欲しい。これね、考えてきたんだね、お姉ちゃん。考えてきました。女性100人、そっちもそう。100人のうちから1人に今、2つ案があって、あの、1つは私が考えて、こっちが考えて、どっちがいいか、ちょっとタモさん選んでもらっていいですか。私が考えたのは、あの、キャリナと一回どっかで飲んだことがある。私、結構飲むんです、いろんな人と。いないでしょ、絶対。カリナさんと飲んだことがある。なるほどね。はい、じゃあお姉ちゃんの方は。じゃあ私はね、あれで行こう。ね、ラスクを食べたら吐いちゃうって人。いや、アレルギーじゃん、それ。ラスクアレルギーってある？いると思う。クリスクラスクアレルギーだ。こっちお姉ちゃんの方でお願いします。お姉ちゃんの方。お姉ちゃんの方。じゃあ大丈夫ですか？準備 OK ですか？はい、はい、じゃあもうラスクを。じゃあお手元のラスクを食べください。ラスクを食べた方、食べたら、吐いちゃうって方、スイッチオン。うわ、ゼロ人。うわぁ、ゼロ人。いや、実はこれ、お姉ちゃんがそうなの。え、お姉ちゃんがそうなの。じゃあ、これ一人じゃん、それ。お姉ちゃんがそうなの。私が持ってたらな。あー、で、私はチョコレート付きの方で入っちゃう。うわ、え、兄弟。チョコレートなし、チョコレート付きの。あ、広がるなぁ。一回ね、私がいっぱいチョコレート食べた
後にね、ラスク食べたやつを吐いたやつを食べて、そう、もうそれがトラウマ。キャリナのトラウマ。吐いたやつを食べたの。そうなった。それは吐いたやつだからだよ。キャリナもそれ見てダメ。そういうのあって。アホなの二人は。ね、セタンのチコのラスク美味しい。まあ、今度食べてみよう。じゃあぜひ。はい。それは私は NG です。吐かないやつだから。はい。じゃあというわけでね。事務所に送るのやめてください。お友達に紹介してください。友達はね、2人ともだ。ありがとう、ありがとう。あ、本気で言ってない、あそこ。え、じゃあずっと言おうかな。後ろつけるかな。ずっと言おうかな。ずっと言う？じゃあ、いるいる。いこじ。あ、出た、お姉ちゃんのいこじ。はい、でもそうだね、しょうがないです。お友達紹介してください。はい、じゃあお友達はね、2人とも共通です。すごい。一緒によく鍋とか言うの。ガーネットクローです。本当に？はい。すごい。カリナとセアンナにガーネットフラッグ来ます。すごい。あのコナンの話でよく盛り上がる。あ、そう。盛り上がる。コナンズヒットメドレーのアルバムもちゃんとワンからスリーまで。ミステリアサイズね。ミステリアサイズ。ミステリアサイズです。ちょっとマグ出せないのガーネットクロー。ガーネットクロー。写真出ますねこれガーネットクロー。一番ね、ガーネットクローの。右のやつと仲良い、私右の俺、ボーカルの女しか知らない。多分4人いると思う、ガーベットクローって4人かい4人いると思う3、4人そう、右の子が本当にいい子、うん、女子アナ今、あの電話しちゃうんですね来ますかこれ見て、忙しいからな誰が出るのクローさん誰がするのいい、出ますのあ、出るのこの時ねね、ガーネットクローとガーネットクローみんなも知ってるよね、ガーネットクロー一時期私たちの中でね、ガーネットクローか川本のことなったね、なった悩んだって、ガーネットクローさんガーネットクローって言うと誰あ、やれてるやれてる右一番右ガーネットクローあの、一番右、一番社交性ないよいや、でも本当にちょっと右サングラスの方ね一番高い。あれお電話あ、じゃあお電話お願いします。出るかな出るかな、はい、でももう今日そりゃそうや失礼ないようにね出るかなでも仲いいからね、ガーネットクローとあれがないああすいません、ガーネットクロークロー、ガーネットクローのクローはい、事務所の方ガーネットクローあ、お世話になりますはいあ、出た出た近くに近くに出てあの、一番、はい、右の人を出していや、右の人失礼だよ右の人ってあ久しぶりわー、出た仲いい鍋場以来じゃない仲いいの年末にやったね、そうだよはい、吐いただろ吐いただろカリナも言ってるそう吐いただろカリナ、これカリナ、これカリナ年末からあ、タモさんにはいあ、じゃあ、はいあれ右のやつですそれは言う勝手に言う、はい、あ、もしお電話かかりました、タモですあ、どうも、初めましてはいあ、初めまして明日ですけども、大丈夫ですかはい、じゃあ明日来てくれるかなバルトさんあーあーはい、皆さんもさらさでしたあーあー全然気持ちになかったはいはいしめるあー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 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、オッケーでーす。長っ。いや、長ない。ちょっと。三分の一でよかったわ、これ。本当だよ。三分ぐらいやってた。これ三分やらない。もういいよ。長すぎる。もういいよ。もう楽しいんだわ。これしやすいわ。難しい。難しいし。いやでもね、AD の気持ちは分かるでしょ。だいぶ分かったな。ちょっと一旦座りましょうよ。降り立つ。ちょっと。いや俺もう入り口が怖すぎる、のせらんな全然わからんのせらんなのせらんの俺結構好きだよどこ何番目のお姉ちゃんあれいや、長女あ、長女全然わからんで、真ん中のせらんなで真ん中よくわからなくて、カリナのせカリナだったの、本名あ、のせカリナのせカリナあ、カリナは本名なんだ本名全然、楽しかった長いな大変だな大変やな裏方大変やしえ、これ今の出とる人も大変やし20分ぐらいやった今そうですねタモさん大体、ね、本当のテレフォンショッキングテレフォンショッキングでも15分こんないやいやリアルにいやあれはだって誰も切れんし
でもこれ黒柳徹子さんやったらもうカンペ無視やる絶対。いや無視だし、あの人テレフォンショッキングで終わったことあるけどね。そうね、一番組一つね。マジでだな。ね。すごいな。これなんすか、これ。あと2回回しますか。そっちの気持ち次第で。どうします。いや、これはぜひやって。じゃあやろう。ささっとじゃあ。ささっとじゃあ。じゃあ、僕じゃあ。じゃあ、次。じゃあ、ささっと。じゃあ、ささっと。番組一緒でいきますか。番組変えます。番組変えます。焦点でいきます。焦点。焦点むずない。焦点むずかしい。で、さっきの経験で、まあ、いいとこで行く、いいとこで行きましょう。じゃあ、いいとこで行きましょう。じゃあ、ゲストから。ゲストから。これがね、その後、2回流れます。ガーネットクロー。ガーネットクロー。トークできる。ボーカルの名前すら分かる。全然知らない。ガーネットクローからの紹介の。まだ小松美穂やったら俺は曲に入れるんじゃけど、ガーネットクロー分からんもん。そこはコナンの趣味だ。コナンが最後です。ガーネットクロー、小松美穂。ビーズ行けるか。丸も丸も。なるほどね、明日はまなちゃんと福くんね。それで行くよ。オッケー、これでお願いします。はい、じゃあ、どうぞ。こんにちは。こんにちは。天気いいですね。そうですね。明日も晴れるみたいですね。そうですね。台風来てるみたいですけどね。そうですね。台風の目とかもね、なんもないみたいですからね。そうですね。ね、タモリクラブ見てください。そうですね。じゃね、そんなにないんだろう。はい、じゃあ今日のゲスト来てみます。今日のゲストはこの方でした。どうぞー。いやー、どうも。こんにちは。こんにちは。芦田愛菜ちゃんと鈴木福くんでーす。こんにちは。どっちがどっちかな。あ、僕が福です。あ、福くん、はい。やっぱ立ち位置的にはちゃんとしてるんだね。そうですよ。見たらわかるじゃないですか、タモさん。俺、大人っぽすぎるよね。まるまる。あ、ありがとうね。最初にやってくれるやつか、これ。まるまる。あ、いっぱいお花が来てます。こんなんやっといたの。はい。福さん、安倍さなおも来てます。福、亀梨くんってかっこいい。え、かっこいい。すごいよ。かっこいい。え、それよりも。それよりも。あ、よかに、よかに。ごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫だよ。台本に書いてなかった。台本のことは全部。いや、いいんだよ、いいんだよ。大丈夫だよ。そんなことよりね、まあまあ、はい、まあ、2人ともね、やっぱ小学生じゃない。はい、なんか小学校での話とかなんかない2人。小学校。小学校でなんか。いや、僕ね、どんな、うん、この前、あの滑り台を登って、うん、あ、ごめんなさい。どうした。さっき楽屋で言ったの。ごめんなさい、タモリさん。もう聞いちゃってるんだ。ごめんなさい。なるほど、ね。滑り台降りてきた。ごめんなさい。いや、大丈夫。ごめんなさい。大丈夫だ。いい話。いや、大丈夫。え、このね、滑り台と僕こう登ったの。うんうん。で、それで、うん、こう普通に降りようとして、うん、降りようとしたら、うん、マナちゃんが下でこうやって待ってて、うん、ガッてやっちゃったね。ごめんなさい。いや、いいよ、もう許してるよ、こっちは。ああ、大丈夫。なんで？僕大丈夫？変えた。最近寝て、だって絶対私より最近忙しいもん、福くんも。いや、妖怪いいじゃん、入ってる。忙しい。福って呼びよるよ、マナちゃん。絶対厳しそう。ダメだよ、変えたいって絶対、絶対ベラがいじめてるよ、タモさん。いやあいつ。あ、いじめてないよ。絶対あいつ。そう、泣かないと決めた日ではそういう役やった。渡辺健の話振っても全然痛い。親父の話しない。なんで子供から聞かそうとするの。2世とかを、2世とかあんまやらしい。なんでそんな変えるの。ダメだよ、そんなこと言うの。じゃあダメだよ、今もっと頑張らないと、マコーレカルキみたいになっちゃう。そう、子供の時だけを。頑張る、ブレずに行く、ブレずに行く。私たちじゃあ頑張るよ。よかった、よかった。マナちゃん、今度はマナちゃん、この小学校の話。マナはね、あの忙しすぎるから、通信教育をしています。えそうなの。うん、あんまり行ってない、学校に。すごいね、あのチヤホヤされるんだけど、うん、すごい女子がすごい、なんかあの帰りたい。え、なんで辛い。なんでじゃ、こういう話がある。思ったよりも面白くない。こういう話がある。聞いて、はい、昔ね、あの、まあ俺、M ステの MC やってるじゃない。はい。あ、見てます。その時にね、あの 横に行ったあの女子アナ少女時代の時、どうマリコさんですか。どうマリコ見てます。そのなんか昔の女子アナなんだけど、竹内さんの時見てました。あ、そう、
いや、良かったよね。良かった。すごい、あの時良かった。ね、そんな話。え？そんな話。もう盛り上がっちゃったから、二人は。M ステでこう盛り上がって、どう帰りたいと思った今、M ステの話して。どう？あ、母さん。7割。M ステ、M ステ。7割。7割ね。7割。7割帰りたいから。7割帰りたい。大丈夫？最近、忙しい。最近頑張り。ただ5年までやけどな、お前ら。して調子乗んなよ、ほんと。ごめん。最悪の試練が。メリーキー決まったぞ、私!CM 中でーす。CM 中でーす。お母さん。お母さん。なんで5年までとか言うの？お母さん。たぶん、いつもそんな感じで。CM 開けて言ってるんですか？5年まで、もう子供なんだよ、もうガキなんだよ、もう草割りも5年でしまえよ、お前。で5年でしまえよ、お前。思ってたタモリさん違う。5年でもまだ高校1年生とか言うけど嘘です。バラ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 。怖い。はい、いやーやったよ。まる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 でーす。チキンナス円満のまるまるでーす。さあ、じゃあそれではコーナーいきますか。思った以上のセールスだったね。コーナーいきますか。すごいね。はい、じゃあ私ね、印税でミニカーを100台買った。いいな。子供のそういう話ダメだよ。興味ないのに。私テレビはお金の使い方ちゃんとしようよ。私テレビでは普段売ってるの。売ってるの。僕はね。フック売ってるの。メディアへのそのデジアナでしょ。僕はそうなの。やゆもメディアへのやゆの仕方。僕はそうなのよ。僕はそうなんだよ。個性的すぎるの。ワイルド話してくれるけども。あの会場がね、あの100人女の子。あ、今、かわいい、きれいな、お姉さんたちがいっぱい、ね、はい、まあね、100人1人出ると思う。今日出そう。今日100人1人ね、出る。今日100人1人だね。マナブロック。マナブロック。何でもいいです。マナは今何も見ていませんし、感じていません。好きなこと言っていい。好きなこと言っていい。じゃあ、うん、女版。女版のんけの人。女版のんけの人。女版のんけの人。いないか。腰痛い。腰痛い。はい、ストーリー。ビトルネット。ビトルネット。あの球場にパンチラシル。まずパンチラシル。椅子硬い。椅子。まずパンチラシル。まずパンチラシルから。スパイダー。まず押さえて。まず押さえて。マジ押さえて、マジ押さえて、パンチをしてるから。ナポリさん、マジ押さえて。ふかふかの座布団、マジ押さえて。読んでみよう、ドラマじゃ待遇もっといい。マジ押さえて。二度と出ない。マジ、もうじゃ今日はピンクだよ、マナちゃん。いいとも二度と出ない。どうしようか。もう二度と出ない。いいとも出ない。いいなぁ、これ番宣でも出ない。はい、というわけでね、じゃあ次行きましょうか。福岡今終わったんで、じゃあ次はあの、じゃあマナちゃんにじゃあやってもらいましょうか。100人頼もしい。どうですか、それ。100人福が頼もしいと私もしっかりなる。これ頑張ってください、ね、これ一人ですか、僕出ましたから。福どうですか、行ってみましょう、これ。何でもいいね、めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。微妙なとこつかないとダメ。言ってもやっぱ微妙なとこだ。福君微妙なところですね。なんか行こうか、じゃあ、じゃあ行きます。じゃああれにします。じゃあお客さんの中で、私と同じ6歳なのに年収が3000万超えてる人。はい、じゃあマナちゃんと同じ6歳なのに年収が3000万超えてる人、スイッチオン。はい。感じ悪い。どうですかこれ。もう最悪な女優だよ。マジめちゃめちゃ見てるじゃないですか。どうだ。一人取りました。よっしゃ、一人取りました、これ。よいしょ。そしたらじゃあね、このあのタモさんスラッパね、これマナちゃん。名前は？名前。職種は職種。やってんのあんた。技術あんの技術。技術の表現。マナちゃん。前もおかしい。マナちゃんが一番だ。マナちゃんが一番だ。私一番だよね。大丈夫だ。大丈夫。これもらっとこ。ちょっと福君、これもらっとこ。はい。MC、タモさんだから、大丈夫だ。仕切りなくて。ごめん。桑原。はい。福。だからしないとやっぱりもう福君やってもいいじゃん、 MC いいよ。あ、いいんですか。やっちゃっていいよ。あ、じゃあ続きじゃあいきますか、はい、じゃあまずこれ終わったね。友達はい、紹介し、紹介するんですね、はい、友達が。やだ
いや、ありがたいですね。これありがたいですよ。ちょっと子供のあどけなさが出てるね。ありますよね、これ。マナナでーす。それじゃあ、マナちゃん、じゃあ行きましょうか。そしたら。はい。はい、友達友達行こう。友達言っちゃおう、これ。マナちゃんのでいいよ、これは。私の友達え、服は大丈夫あ、僕は全然いないから、友達なんて。そっか、そっか全然いないから。私たちも仕事上の付き合いだもんね。やっぱそうなんだよね。そうなの、二人。そうだよ、すごい肘入れてるよ、こいつ。そうです、私に。クイクイ。さっきから入れてます。黙っとけと、俺が喋ってる時は。やっぱあんま馬が合わないというかね。あんまり馬が合わない。友達ぐらいいるでしょ、やっぱそういう友達につなげていかないと。じゃあ、行きます。私の友達は、ロッテの里崎選手。里崎選手え意外選手はここにいるけど、大きめのほくろが顔してるけど、これはめでてぇな、俺すごい、私はあの人の責任感がすごいタイプです。責任感あるね、もうその試合出てない。パリーグ全体すごいです。だからすごい、同級生が子供に見えちゃう、はい、じゃあ佐々木選手、これやって、はい、佐々木選手じゃあ電話します。あ、写真が、もしもし、芦田愛菜です。はい、ご存知芦田愛菜です。佐々木選手、はい、お願いします。あ、この間は服のてっちり美味しかったです。ありがとうございます。めっちゃ頑張ってもらってる。そんなの食べ行ったんだね。あ、すごいすごいね。うん、服くん、そう、服くん。でもちょっと、うん、私が見てもスイングがアッパー気味だったかなって思います。あとこれも言っといて、ちょっと入りすぎ、グリップ入りすぎ。あ、グリップが、服いわくグリップが入りすぎ。あ、ちょちょ、福士くんじゃなくて、福士くんじゃなくて、福士くんの落ち合い、落ち合いじゃなくて、福くん、うん、グリップが入りすぎだって。右肘がこっちからもう見切れてるから、うん、ちょっと今、あれ、テレビ電話にして見れる。あ、見れるか、うん、あ、あ、テレビ見てるって、佐々木こうなってるから、指示すんなよ佐々木選手。マナちゃん、佐々木選手。じゃあ、佐々木選手変わります。佐々木さんね。あ、もしお電話かかりました、タムです。あ、どうも、初めまして。緊張してた、佐々木選手。マジであれでしたね。やっぱそうなんだ。もうね、あの、浜ちゃんのあの、はい、スポーツの番組が終わったから。あ、じゃあ明日、はい、ジャンプじゃあ明日、ないんだな。明日、ちょっと静かにしよう。いいとこ行くな。帰りたい、はい、帰りたい。いや、ちょっと、じゃあ明日来てくれるかな。はい、ありがとうございます。はい、帰ってきたら、はい、もう、しゃべれるね、2人ね。まあ、そうですね。ね、大人だね。そうですよ、そうですね。あの、疲れたでしょ、今日。疲れ、うん、まあ全然、まだお夕方とからまた、うん、飲み行こう。いいんですか、もうわらわら撮ってあるから OK です。我々の中でください。ありがとうございました。ありがとうございました。熱入るな、これ。これ熱入る、はい、もう一人出します。いざやったからちょっと、これちょっと楽しい、これこれ多分、ね、これ楽しい、楽しいです、ね、忙しい。ここどう？いや、楽しい。指示通りみんな動くよね、うん、じゃあ、ちょっと僕もやります。楽しい。大橋のぞみちゃんでやってたやつ、なかったじゃん。最後一言で終わってほしかったけど、もう、やっぱ流れあるから。これやっぱ AD もやりながら。いや、石橋さんどうぞ。これどう？やりながらさ、こう、一回これ指示出したけど、やっぱこれやらない。あります、あります。流れがやっぱ、こっちがやっぱギャランティーの話になってたから、もうそっちへ行く。マジ？なるほど。もうケース大ケースで変えていかないと、やっぱこっちが流れ作ってるんじゃなくて、結局こっちが流れ作るから。あれ、もう50持って、あと本番で、あと100にするの。うわ、違う違う。え？パッケージさえ与えちゃえば、こっちでやってくれてる。しかも上の方のこれね、そのまま YCC で講師で授業で服来れるわ。いけますね。さあ、次行きます。大丈夫ですよ、ちょっと、はい、はい、じゃあ、いいともね。じゃあ、ゲスト誰ですか、今回2人。ちょっと待ってください。ちょっと遅れてくる感じだよ。わー、かっこいい。ちょっともうパンパンなんでしょ。あ、オッケーです。1人、1人スッと来て、1人遅れてくる。ちょっとパンパンなんで。まあ、そうか。あ、方向が、はい、どうぞ。もう、今からダンビラオファラがね、ションベンに行きます。ちょっと、これ珍しいケースですよ、これ。二人組の一人が遅刻してくるっていうテレフォンショッキング。あ、もう始める。どういう事態なんでしょうか。今は、今12人見おるけど、合計視聴数が36人。おぉ、36人合計見てます。おぉ、なんか分かるんで。多くない？これはね、多分ね、今回のね、再生で見てください、録画のやつで。生で見るとちょっと早いと思いますよ。録画でぜひ見てください。何回も多分楽しんでる、はい、まあね、実際に自分がこうおると思ってね、仮定してやってみてください。これラストです。
のね、ブレイクタイムです完全にブレイクタイムで一旦お茶、お茶取りに行ってくださ見てる方もね、トイレ、トイレ、トイレ行ってくださいトイレに行ってくださいバンバンもやっちゃいましょうあ、来ましたあ、オッケーですじゃあ、決まりましたね、すみませんちょっと待ってくださいいや、ちょっと僕もブレイクお前ブレイクすんな考えるのかですねました消したぞ今なんか消したぞ浮かんで焼け浮かんで焼けこれ難しいですねでも今の感じはね結局マナちゃんと福君、うん、ペアねペアでどういうキャラかもね、うん、分かってんのかいいね外人とか絶対分かんきつい外人あれいいじゃんあはいはいじゃあゲスト決まりましたゲストはおーおーいいとこ行きますはい行きましょうよーいスタート再結成したのかあこんにちはこんにちはあいつもねこう言ってそうですねのくだりありますけど走りますはい、本日のゲストはこの方ですどうぞCM はい、チャゲアンドアスカさんでーす。おーおー久しぶりだもんな。久しぶり。久しぶり。ブランドリーじゃない。なんか新曲出たって。え？新曲出た。はい、出ました。新曲はあれです。ヤーヤーワーです。ちょっと2011です。ヤーヤーワー2011。ヤーヤーワー前に出てたからね。2011。ヤーヤーヤーの次はもうワーの。ヤーヤーワー。ラーは経てない。いやいやー減ってないですよ。減ってないですよ。ほらもうすぐ歌える。もう。ちょっとさ、これどっちがどっちだっけ？ちょっと忘れちゃった。私がシャケアンドアスカの。わーお。アスカの方ですんです。アスカそっちだけ立ち位置。変わったんだからでも今日はまだ言わないよそしてなんで明日と自己紹介しろよ二人で知ったよ僕だけいや、二人で続けんのこのまま二人で自己紹介しろやい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 やあすか俺もチャゲそしてタモリお前タモリかい俺あすかふざけるから大丈夫だ、気にしなくて大丈夫楽しんでるもんね、今日はまだ新曲も出たということで どんな音楽活動二人の活動っていうのは減ったよね、でもまあそれぞれ個性がねいろいろよかったね、船川先生福岡出身だからね、ねそうなんですか福岡出身僕、福岡出身なんですよ福岡出身全然知らなかった福岡出身、剣道がめちゃくちゃ強い第一高校っていうところですよ剣道強い高校剣道がめちゃくちゃ強いですよはいあ、そうなんですか、はい、サングラス緑にしたの気づいた緑でした。そこは見どころ？見どころ。見どころだね。見どころだね。で、ヒョパンツも見る。見どころだね。いいよこいつのパンツは。その時何？え？いやいやいつもこうだ。え？いつもこう。リズムリズム取ってるから。チップ。チャゲは。見どころだね。チャゲは。僕チップです。これ。タモさん。あのね、剣道やってるじゃん。やってる。これね、あのよく言葉でさ、こう真面目にやってみたいな、真剣にやってみたいな、言うじゃん。真剣って言葉、こう本当の剣っていう意味だからね。本当の剣でこう剣を交えるっていうのは本当に命をかけて戦うってことだからね。知ってる。これやっぱね、こう番組に出るっていうのも、こう僕はもう真剣を持ってます。いつも真剣を取り付けてます。やっぱ真剣を持ってきてもらわないと、命のやり取りってどっちかが本気でどっちかが本気じゃなかったら。絶対成り立たないから。ロックってことでしょ。まあ
ロックってことでしょ。え、タモさん当たり気づくない、うん、チャゲに対して。あれ、チャゲだよ。チャゲ、チャゲ恥ずかしい。なんか言いたい、言いたいこととかある。え、なんか言いたいこととかある。言いたいことなんか、なんかある。ありますよね。そうなの。エビゾー、エビゾー、なんかいいよね。なんかいい。わどういう。エビゾーは伝統と両立してるよ。伝統と若さを両立してるよね。チャゲはどう思う。聞いた、チャゲは知らない。チャゲ知らん、チャゲ知らん、チャゲ知らないの。あの二人ダブルネームの二人でしょ。チャゲは知らないのかよ。そんなの知らないのかよ、チャゲは。失礼、愛そうなしだね。チャゲは、まあ、でも君は笑った。そんな単純なことばかり。しまいました、しまいました。いやどうどう、福岡帰ってる最近。いやいや全然帰ってないですね、やっぱり帰ってない。え、福岡どこ出身？福岡の博多。博多、博多なんだ。もう博多天神。天神ね。だから結局福岡なんだろ、福岡とかでもうあの路上でやるのたまにね、昔思い出したくて。なるんだ。でもさ、その国家権力ってあの警察が止めに来るわけよ。でさ、結局その特に福岡はね、うん、特に福岡止めに来るし、犯罪対策言いたいのだから警察必要ないってこと。ね、今このコマーシャル中になんか歌ができたみたいな。おー、できました。すごい、即興で歌が作れる。そう、僕らやっぱ結局歌でしか表現できないから。だからさっきの CM 中に思ってたこと歌で表現していい。うわ、あれじゃん、はい。警察、警察、みんな悪者。本当は僕らが全部正しいさ。警察なんてクソくらえだぜ。言うね。こくらの警察ちょっとだけ優しいよ。いや、そうなんか、そうなんか。悲しいと警察はちょっとここまでしか知らない。ちゃんと 歌を作ったし、うん、どうしたの。え、どうしたの。なんで明るいなって、うん、あの電ね、新しくなって、なんか新しくなって、後ろは気にしないでいいの。なんか後ろは新しくなったよ。ずっと前から後ろがいい。まあ、なんか映ってるけど続けましょうよ。え、どうした。なんか映ってるタモさん大丈夫だよ。でも、あの、俺こういうの経験してるから。ちょっとどういうこと。こういうの、なんていうの、経験してる。なんか顔つけた。顔つけた。ちょっと AD 見切れてるけど、これ。AD さんこれね、ちょっと、後ろいないでしょ、AD さん。あの、私、いるね。近くこれ。もう、すさっとやっちゃおうよ。いっちゃう。チャゲもそういうの慣れてるから。いや、それでね、あの、女性100人。チャゲもすっと見たいですね。100人、1人該当するんですけど。じゃあ、見えてる人は押して。あ、見えてる人、見えてる人、スイッチ。あ、ゼロでした。ゼロ。誰も見えてない。生では見えてないんだね。モニター通しなんかね、変な感じだったから。すごい。あ、どうした、タモさん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 、シムシム、タモさん、シムシム、シムシム、シムシム、タモさん、ちょっとここら辺が気持ち悪いみたいな、ここ見えなかったけど、大丈夫、今まで見え、大丈夫これ。タモさん、ちょっともう始めないでよ、まだちょっとダメだよ。タモさん、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 タモさん
タモさん、これまさかちょっと、これ来たいよ、これ MJ の霊が MJ の霊が降りてきた、これ降りてきちゃったんじゃないの、これシフォーキーやばいんじゃない、これタモさん、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 初めてですね。ただちょっとサポーターじゃねえかよ。
熱狂的な フーリガンですよ。僕のフーリガン悪い、ね、僕のフーリガンサポーター応援熱が強すぎても。じゃあ一気に一人ずつ行きましょうか。じゃあ、はい、なんか線に基準の線を基準の線をどうしますか。じゃあ、はい、じゃあそれをテープで貼ろう。ああ、そう、その番組量で公開します。はい、ありがとうございます。基準の基準線を、あら、あらら、うわっ、あら、あらな。早い早い早い。どうしたの、これやった。テープの色的はいよ。あ、これ1、あ、びっくりした。いちごがガードガラ、いや、そのまま開始も気圧やねん。ごめん、一人ずつ行く。あ、こののはい、もう時間ないよ。はい、じゃあ、はい、よーい、スタート。あー、ストップ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 。はい、こんな、ちょっとこんななの。分かってないって。いや、全然分かんない。俺とがもう思ってるやり方じゃないもん。じゃあここでストップですね。折り目つけておきます。うわ、むずっ。しかも見えてないでしょ、俺が立ってるこの速さ。はい、見せ方も難しいよ。石橋さん、これぐらいの見せ方難しい。こっちからやった方がいいんじゃない。そうでしょ。じゃあこっちから。こっちからか。わかりました。ありがとう。伸び切る可能性があるから。出ていってしまう可能性がある。じゃあ行きます。これ、キリンだ。これがね、癖になりますからね。何センチ出たっけ。早かった、しかし。5センチだ。さすが16期の伊達石橋。スピードキング出た。ガットのごとく。こんなもん。ガスがつけた。はい、じゃあ行きましょう。シーサーいます。いいですか。浮かして。こっから浮かして。これ大丈夫？これぐらい OK？ はい、よーい、スタート。わあ、じっくり。うわ、浮かせつけてる。浮かせ、浮かせ。あ、もう反則でしょこれだって。速さもよ、速さも。いや、つける目。伸びるな。速さも。素材やないこれ。黒人選手使いよるやんこいつ。はいはいはい。おかしい、黒人が接着のさ、幅がおかしいって。企画外これ見て見て、接着の幅がおかしいって。あ、幅がおかしいわ。あ、これも違う、もうこれあれだよ、ブライクだよ、ブライクだよ、ボルトだよ、ボルト。ちょっと待って、ちょっと待って、芯に入ります。芯入れて、ボルトだよ、今の。まだ終わってない。黒人、黒人、黄色人種がちゃんと揃ってるよ。そういうね、でも愛がある。はい、出ました。はい、ノーカウント、取り直し、忘れない取り直し、最高の押し、取り直しって。一気に振り、いや、もう切らないで、もうこのまま、このまま、いや、よし、いや、切るでしょ。いや、同じ人がスタートするよ。確かに陸上競技とか、同じ人が同じところにスタート。あ、そうか、もう同様の分、同様の分か、これ。まあでも、別にここは関係ねえか。ここだよ、確かに。やばい、でも正直、これは、言ったら、やりやすいよ。これやりやすいよ、逆に。あ、もうすぐ伸びるから。5センチって言ってたもん。全然5センチじゃん。え、だってノンストレスやん、もう実際。国際基準ですか。腕が決めてます、これ。はい、もうグローバルこれ、速さもね、速さも必要ですからね、これすぐやってください。急になんか国際基準変わります。速さもね、いいっすか。はい、中立国で速さね、急いでよ。よーい、スタート。あら、いけちゃう。あれあれ行くってこれ、強い強い。あ、強い、いけちゃう。でもこっから、こっからなんかありますよ。回すのなしだな、これ。回す、平地っぽくない。これ芸術戦で、このこと、このこと、そうそうそう。おお、いや、いけるじゃん。あ、全然いけるこれ。強い、接着力。いや、もうじゃあもうシルクロードやん、これ。もうしょうがない。じゃあ、測定不能やん。あ、ちょうどよかった。ちょうどよね。それここってことね。ここね。このまあでも狙うなら取ってですよ。椅子に。ああ、すごい。これが AD。最後このグダグダいい。いや、これちょっともう最低のこと。最低のことより。今のところ優勝候補大原選手。まあここら辺ね。これもう速さもね、芸術点も。お前芸術点いったらゼロ。僕のはこれ芸術点なんて話してる。芸術点、芸術点3点今。僕のマシンは合計点が、いや、あの綺麗さとかでしょ、ファンっていう感じとかでしょ。合計点5点ここやった。で、お前長さが、の色の太さ、俺もね、お金ここだけ、ここ長さ7点、長さ7点で、ここだけですか。芸術点7点、ね、うわ、ちょっと何の基準なわけですか。今、あの石橋選手5ポイント、大原選手7ポイントで。なるほど、はい。これね、やばいよ、このテープ。このテープやばい。見る時間なっちゃう。すぐだと。潔の良さ。いきますよ。はい、じゃあもうスピードとね、正確性を。スピードの世界ですからね、もう。こう、ちょこちょこ回すのなしね。よーい、スタート。ちょっとまあ点数いくですよ。さすがにもう。もう、もう見飽きたよ。この展開もう見飽きたよ。ちょっと。いや、回してるのなし。AD、押せよ、おい。お、来た来た来た。俺の危なー。もういよいよだよ。いや、早い、さっき前より早いぞ、これ。スピード
も完備してください。あ、わかった、逆にしよう。で、外出よう。ここの有機点、まだ行った、まだ行った、まだ行った、ここの有機点の、あ、来た、あ、しゃあ、これ大原選手より長いですね。で、早かったので10ポイントしゃあ。別校でできてますからね。僕のということで、ということで、皆さんどうでしたか、 AD 体験してみて。なんすか最後の、最後のなんすか。二度とやんねえよ。いいレストランかなと思ったら最後でやんねえよ。もう腐ったゲロのネタを。いい感じでメインまで迎えたのに。デザートも楽しいね、楽しいです。最後のね、毒性ずるいと思う。びっくりした。まあ言ってもね、本当今日できなかった企画何個かありましたね。やろう、このコーナーで呼んでよ。もう終わっちゃうの。うわぁ、もう時間です。最後が1時間半ですよ、これ。なんだかんだ結果、何票入りました。ちょっと、カード2票、カード2票、いいとこなんだよ。坂田さん2票、みんな1票で坂田さん優勝。やったー、キングオブ AD。 これもう、キングオブ AD デキレース感がすごいな、ちょっとこれ。もうやめようか、やめよう。いや、デキレース感はあったとしても、ここの順位はでもガチ。ここのガチ最下位は、あの、石橋さん最下位です。待ってる、そう、それ踏まえてと楽しかったけど、楽しかった。楽しかったですよ。ほら、大原楽しかった。いや、でも楽しかったよ。ああ、楽しかった。じゃあ、最後。AD、AD ギャグで。AD ギャグ AD ギャグ。何でしたっけ、罰ゲーム。何だっけ。罰ゲームもふわふわしてました。今度、無限パス。こう、無限大の、まあ、あの、転換曲があるんです。わっ、コンスのタイトル。コントタイトルですよね。面白転換。面白 CM 明けコントタイトル CM 明け。面白どういう感じでやる。 CM 明けワンフレーズ中で部分で、はい、続いたらコント何何何何を10回え、ここでえ、それ消してやるっていうの10回で、まだ続いてる。その部分はじゃあもう一旦一旦告知しよう。あ、さっき一旦先に告知を。なんかライブあります？こう近々。ないっす。まあ10月に、11月にホップがね、サブチューの違うんで、それ見てね。よかった、みんな無限大ですからね、一応。Twitter とかしてます。ブログでやっててね、ブログで告知しますんでね。あ、ブログ2人とも、はい、やってます。ツイートしてます。やってますよ。やってないです、ブログは。あの、Twitter？ 門構えだけある形です。いいえ、面構え。面構えだけ、面構えだけ持ってはい、2人ともね、ブログと Twitter やってるみたいなんで。はい。僕らサンシャインですね、31日に SP1 分ネタバトルがありますので、ステップですね、ステップでありますので、皆さん、まあ、言うたらそのくらいしかないですよね、僕たちね。もう、本当に。というわけで、行きましょうか。行こう。このだから、サンサンさんでこう告知もどんどんね、すごい告知をできるように。いや、本当よ。なってくるので、ね、続けたいね。続けたい、うん。続けたい。今言ってももう、だって5、6、7、8、9、10。半年？もう半年やってます。なんだかんだ半年やってます。そんな半年記念のね、今日最後。コントタイトル10連発終わりましょう、はい、終わりましょう。これだから安定になって、まあ、板付きでいいんですか僕は。はい、板付きで、まあ、椅子とか使ってないですよ。あ、安定中に、安定中に AD の動きもこう覚えたので、あ、そうだね、そういうのも加味して、はいはい、僕たちは言ってくれれば買い付ける。あ、もう全部準備はどうしたらいいですか。メンバー、これメンバー、僕たちはあの、え、履けます。あ、履けます。一人の時間もらえるんですか。エレファントさん、公共の電波よかった。で、準備したら OK ですから、はい、わかりました。行きましょう。いいですよ、もう皆さん行って。はい、じゃあ吐けます。10連発すごいな。10連発、はい、あのね、良きところでシャットダウンもね。この後は、はい、コント何々、あ、どうしてます。どんな、これコント何々。だから最初なんでコントタイトル言うってことね、こうやって OK、OK、はい、言い方も、まあ、変えてもいいしね。はいはい。え、10個全部違うやつ。え、10、そうですよ、10連発。10連発連発連は嫌だ。行って消してまたすぐついてまあだからもう自分でその考えてるってことじゃない。もう降りてきた、全部降りてきたので行きたいと思います。一旦安定します。はい、コント小遊三さんがリンゴ御用。もう不安です。リンゴ御用。コント、ナイアガラの滝をやっつけろ。ポンプにしては攻めてますね。結構。コント、フランスパンを投げつけろ。どういうキャラコーナーみたいな。前回受けたもん。今回も誰でいくか。コント、
橋田須賀子はこんなだ。丸々丸々が多いね。躍動感あるよ。多分尊敬する人絶景さん。いや、こんな丸々が。わかる。これ大金が。これ長いな、変化。いや、悪いよ。こういう長めのね。あの、安定間が長い。これね、ハードル上がるんですよね。コント、ピカチュウ。ピカチュウ。悩んどるな。進化前みたいな。あんな攻めて天才だよ。これ順番考えてもピカチュウって一言で終わらせるっていうことですかね。これ。今度はサンタクロース。急に進化。これ聞いてんの。今12月やん。進んどるな。これ早めかな。10月後半。11月頭かもしれない。はい。今度は。こういう風にはなりたくない。いや、見たいです。振り聞いとるな、ちゃんと今の見たい。えらい残留しとるな、ホップに。しかし結構すごいね。今度、校長先生の旦那さん。紹介、そういう他者紹介。そういう時代になったのかな。次ラスト次です、次です。あ、ダメかですね。今度、こっちをこっちに移すまで。30秒で終わる。さあ、ラストラストラスト、ラスト昇格してくれ。コント、俺の人生終了。来週もまた来週も見てね。バイバイ。毎週やります。